今日は日曜日の朝のライドは多摩田に来ております。とバイクのレースやってるんでエキゾーストがいい感じの感じ BGM です。ちょっとアップを、あったあった、ハードテール欲しいなぁ。いいなぁ、家の空手はでかいしなぁ。うん、そうそうそう、26は、うん、そうなんですよ。フリジットもいいなぁ。リスクで、うん、そうそう、みんな逃げもいいし、うん、じゃないものでやりたいな。空手か。最初のそこってどう言ったらいい、はい、あそこ難しいんじゃ、むっちゃタイトなんで。なんかめっちゃ早かったですよ。倒しまくった。難しいんですあれ。だから内側を狙う手で外からそのコーナー連続ですけどコーナー内側を狙っていきます。基本的にはこの出口のこっち側というかコーナーの裏側を狙って入って、で次も裏側を狙って入って、あ結構使ってます。使ってくっ、はい、一番外からグッと入るみたいな、そ次も一番外からグッと入るみたいな感じ。もた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 。あそこ難しいんですよ。バイクがタイヤでかいとなおさら難しいですね。倒さないと曲がらないんで。お前そこ気持ちよく行けたことがないです。さあちょっと僕追い取りをしたいので、うん、誰か先に先走ってもらえますか。ここ下は新しいとこではなくてます。もうお任せします。はい。行くぞ。よいしょ。はい。適当なタイミングで。スムースですね。いやいや、いいですね。年末のあの岩国のとこ寒そうだったんですけど、はい、あれ登りのシーンがあんまなかったんですけど、登りはやっぱきついんですか。きついです。あの僕YouTube で僕がゼーハーゼーハー言ってるあそこです。いやもうなんかその降りてるとこはねやっぱすっごい距離長くて楽しそうだったんで、ぜひ行きたいなと思って。登らんとダメですね。うん。でも鬼ヶ城より楽ですよ。あ、じゃあ大丈夫です。鬼ヶ城より楽です。あ、ちょっとそれの乗させてください。え、センチネル。よいしょ。わーい。ちょっとゆっくり。多分僕の体重じゃさすが支えられないんで。ここから行こう。はい、もう。ああ、やっぱり寝てるね。わ、早い。
なんだろう、トールボーイより登るな。いやいや、いいね、センチネル。いやいやいや、いいですね、これ。はよ、買わなきゃ。感謝、今感謝買って、いじってこうかなと。そう。いいです。勝手に進みますね。だから登りもこっちが、軽いんですけど、これより思った感じ重たいですけど、思ったら軽いんですよ、こいつ進むんですよね、なんか、やたらとなんか釈然としないんですけどね。ちっちゃいですよ、これ。ちっちゃいですね、コンパクト。ダイヤの大きさ全く感じないですね、これ。乗ると楽しいですけど、こう黒缶みたいなとすると、あーはーはーはそれはありますね、ちょっと窮屈ですね。最近のやつってシートチューブが立ってる、多分なおさらですね。シート上げても後ろに行かないんで。パタゴニアの新しいジャケットが、あ、これ自転車のやつ、昨日見た、見た、これちょっと着てみてください。あ、 M だ、 M、 こっちが S、 S ですね。これむっちゃいいんですよ、僕も買ったんですけど。自転車用です。後ろ長いんですよ、背中が、うん、着心地がむっちゃいいんです。で、防水じゃないけど撥水嫌いはするでしょ。します、はい、一応処理してあるんで、小雨ぐらいなら。新しいパンツもなかなかだった。そうです、ダートローも縫い目がないんですよね、うん、あれもいいですね。これのインナーもなんか出てきました。そうそうそうです。あのインナーで背中チャックついてる、ね。はい。うん。七分と半袖と。勉強しましたよ、僕も。人に説明できる。これいいっすよね。いいです。来たら金払いとかじゃない。じゃあじゃあじゃあ大丈夫です。中古販売。まあ委託でみたいな。委託で俺が流さない。これいいですね、やっぱり、うん、いいんです。あ、はい、撮ったらいくらとか宣伝したんで安くなる。はい、どう撮りましょうか。